島は、大韓民国インチョン広域市江華郡西島面、島里にある島。面積は 1.449 平方キロメートル、海岸線の長さは 6.1 キロメートルである。クッチョムともいう。仁川から北へ 45キロメートル、江海道、延城郡海上半島から南へ7キロメートルの海上に位置し、共同島、恩島、中門島と近接する。1914年3月1日、西島面に編入され、1962年10月1日、恩出張所管轄になった。大東予地図から、京畿道共同郡。左に細草、右に山椒草とあり、下に、松、牧陽と記してある山形。島名は、果てにある島という語に由来する。イントチョの東国予地図には、末浦内と、1783年の江華府市では、末室島と、1894年の江華府市では、島と表記したが、漢字表記のみが違うだけで、読み方は同じだった。島名の由来に関する一説として、この島が西島面の最果てにある上、昔、この島の干潮報告が常に遅れ、叱責を多く受けたことで、果ての末字に、叱るの出自をつけて、島としたというが、民間語源に過ぎないものと思われる。清掃実録地理史には、また西の片水路15里に末島がある。周りは十余里で、畑は3軒ある。共同から、人々が往来しながら農事を営むと記録されている。新蔵東国予地小覧では、松島、府の西の片5里にある。周りは43里であるとした。1696年に発行された江華府の有志である、江戸市は、松島、小島の傍らにある。周りは43里であり、水路は90里である。13戸の百姓が暮らしており、今は、本府で羊を飼うと記述した。朝鮮民主主義人民共和国公海、南道延城郡海上半島から南へわずか7キロメートル離れているに過ぎず、渦山崎から始まる観光河口の中立区域の終点である。島の西南、海抜100メートルの高地に非武装地帯の立札第1号が据え付けてある。朝鮮戦争前の島一帯は黄金漁場として有名で、漁業従事者たちだけで84世帯が暮らしており、盛況であったという。1950年に漁労阻止線が確定される前には、木口が大量に取れたので、この頃は島の周囲が一大活況を呈した。しかし、終戦以後、北方限界線直下に位置するようになって漁労が禁止され、民間人が統制されたことで、住民は次第に減り、2010年には、住民は8世帯16名、2015年には5世帯10名に過ぎなくなった。特に1965年に南牧島、漁民ら北事件が繰り広げられて、以後、1970年代初に政府の支援で2世帯が1つの家に暮らす家を作って、互いを監視し、北の侵入に備えるようにした。江華郡庁で運営する。行政線5075号でだけ接近することができる。1950年代より1960年代末まで大韓民国空軍は特務隊を島をはじめとする黄海沿岸の数々の島に派遣して北派工作任務を委ねた。当時の特務隊員の証言によれば島に建てた灯台で竜中立島や南牧島に光を照らして北派工作員に帰還信号を送ったという。工作員たちは島を根拠地とし、海を取る漁民に偽装して朝鮮民主主義、人民共和国に浸透し、帰還員を拉致する活動を繰り広げることもした。現在は海兵隊が駐屯するが、隊員たちは面会と外泊が禁止されている。海岸は岩石で成り立っており、北部中央の島湾が寄港地だが、干潟が露出して、船の出入りが不便である。丘陵の起伏がひどくて耕地が少なく、住民は半農半漁の生活をしている。現在は主に、クロソイスズキクジメなどが多く取れ、沿岸では海釣りを楽しむことができる。ありがとうございます。